千数百年の悠久の歴史を持つ音楽、雅楽。雅楽では笙、篳篥、龍笛の3種類の管楽器、鞨鼓、太鼓、鐘鼓の3種類の打楽器、琵琶、笙の2種類の弦楽器が使われます。今回は管楽器の一つ笙を紹介しましょう。笙は17本の細長い竹の管を頭と呼ばれるものに円形に並べた独特の形をしています。これは伝説上の鳥である鳳凰が翼を休めている姿を模したといわれ、そこから鳳笙あるいは凰笙とも呼ばれています。17本の竹のうち15本の竹にリードと呼ばれる金属製の弁がついていて、このリードが振動して音が出る仕組みになっています。それぞれの管には小さい指穴があり、穴を押さえることによって息が通って弁が振動し音が鳴ります。ハーモニカと同じ原理で息を入れても吸っても音が鳴ります。何本かの竹を鳴らして和音を奏でることもあれば、竹を一本だけ鳴らして演奏することもあります。ではどのような音がするのか聞いてみましょう。とても神秘的な音ですね。演奏ではどのような役割を担っているのでしょうか。雅楽のメインメロディーを篳篥が担当し、また龍笛も同じような旋律を装飾的に演奏するということになっております。でその中にありまして、笙はその背景を作る、和音を演奏するわけでございまして、その雅楽の音の世界をですね、和音で作っていくということになっております。笙という楽器はリード、金属の弁がついております。この金属の弁は定律音、決まった音を出すわけであります。ですから雅楽の篳篥や笛が不安定な音になりやすいわけでありますが、それをきちっとした音を出すという役割をこの笙は担っているわけであります。また雅楽は大変西洋の音楽と違いまして、リズムの取り方、拍子の取り方が大変難しいわけですね。その雅楽に独特な拍子をこの笙が着替え、息を変える、あるいは手移り、管をですね、指がそれぞれ、必要なところで動かしていくわけでありますけども、その動かす順序、手移りと言いますけども、そういうことによって雅楽独特のリズムを表し伝えていると、こういう役割を笙は担っているわけです。あれ、笙をくるくると回していますね。何をしているのでしょう。中を覗いてみますと、これは電気コンロでしょうか。どうして笙を電気コンロで炙っているのでしょうか。これは笙という楽器は大変精巧にできておりまして、音の高さは
管の長さ、それから弁の大きさで、微調整を弁のところに振動する部分に指図といって、蜜蝋と松ヤニで作った重りを乗せております。で、口中の温度と管の中の温度に差があった場合に、もしも管の方が低かったら、その重りの上に結露いたします。そうしますと重たくなって音が下がるというところから、音が下がらないように常に温めているわけです。演奏の前後に温めなければならないと聞くと少し面倒な気がしますが、ショーの演奏者が日頃から楽器の調整を行い、演奏の前に楽器を温めているおかげで、他の演奏者は正しい音程を聞きながら演奏できるのですね。ところで、オーケストラではチューニングをアーの音、いわゆるラの音で行います。雅楽ではこのアーの音に相当するのが王式といわれる音なのですが、オーケストラのアーの音とは少し異なるようなのです。雅楽で王式が基準音となっております。これは430ピッチを現在採用しております。西洋音楽でこれに近いのはアーの音でございまして、アーの音が西洋音楽では基準となっております。こちらの方は442現在でしたら使っておられるようでございますから、12ほど差があるわけですね。ですから雅楽とよく洋楽と一緒に演奏してほしいということの依頼があるんですが、そのピッチを合わせるのが大切なことになります。特にショーという楽器は音が決まっておりますから、西洋音楽に合わす場合にはショーの調律を全部変えなきゃならない。反対に西洋音楽が雅楽に合わすということになれば、使われる楽器のそのピッチ数をですね、変えていかなきゃならないと、まあ、いうことがございます。なかなか大変なことでございます。また、西洋音楽もそうでございますが、雅楽も今日まで何回か大きなそのピッチが変わってきております。そう、戦乱の世の中になりますとこれが高くなり、あるいは安定した世の中になると低くなるというような傾向があるということがよく言われております。で、一度ショーという楽器のですね、特に国宝級のものが出たと、これが本物であるかどうかという鑑定を依頼されました。これは鎌倉時代に制作されたショーでございまして、でそれから以後大体大きく3回ぐらいその調律されるピッチ数が変わっておるわけですね。で、全部調べてみますとそれがきちんと変えられているというところから、これは僕は本物であるという鑑定をしたことがございます。世の中の状況が音楽に反映されていたというのは驚きですね。現在は 430Hz に固定されている王式の音、もし今でもこの音が 430Hz に固定されていなかったら、今の時代は何 Hz になっていたのでしょうか。